マザー・テレサはかつて、私たちは偉大なことはできません。偉大な愛で小さなことをするだけです。と言いました。あなたとあなたが最も大切にしている人々との絆を深めるために、今日あなたはどんな小さなことができますか？相手の一日を少しでもいいものにするために、理由もなくどんな親切を施し、意味もなくどんな素晴らしいことをしてあげられますか？思いやりを深くすると、皮肉とも言えることが起きます。他人に何かを与えるという行為そのものが、あなたもいい気分にしてくれることでしょう。もっと愛を与える練習をするために、愛の講座を開いてください。毎日、周りの誰かの人生に小さな喜びを与えることによって、この特別な講座にちょっとした預金をするのです。まず、手始めとして、これといった理由もなく、あなたのパートナーに新鮮な花を買ってあげてきたり、親友にお気に入りの一冊を送ってあげたり、時間をとって我が子たちのことをどう思っているかをはっきりと伝えたりするといいでしょう。私が人生で学んだものが一つあるとすれば、それは小さなことは大きなことであるというものです。愛の講座に日々ささやかに預金すれば、銀行口座にどんな残高があるよりも幸せな気分になれます。思想家で詩人のラルフ・ウォルド・エマソンは雄弁に語っています。豊かな心がなければ富は醜い物乞いである。またトルストイはこう書いています。幸せを手に入れるためには、雲のように愛という粘着性の雲の巣をあらゆる方向へ投げ出し、そこに飛び込んでくるすべてを捉えるのだと。古代中国人は、バラを差し出す手にはいつもかすかな香りが残ると信じていました。大いに充実した人生を送るための最高の教訓の一つは、成功を追い求めていた人生から意義を見出すことに捧げられた人生に向上させることです。そして意義を創造する一番いい方法は、単純な疑問を自問することです。どうすれば奉仕できるだろうか。すべての偉大な指導者、思想家、博愛家は、無私無欲の人生を送るために、自分本位な人生を放棄しました。そうすることによって、望んでいたあらゆる幸せ、豊かさ、満足を見つけたのです。彼らは全員、人間にとって極めて重要な真理を分かっています。成功は追い求めるものではなく、後からついてくるものである。人々に奉仕し、世界に価値を付加することに費やされた人生の
偶然ではない、必然的な副産物として生まれるのです。マハトマ・ガンジーは、他の誰よりも奉仕という道徳を理解していました。こんなエピソードがあります。彼が鉄道でインドを横断していた時のことです。乗っていた車両を降りる時、ガンジーの靴の片方が手の届かない線路の上に落ちてしまいました。彼はどうやってその靴を拾うかを気にしたりせずに、旅のお供の方たちがびっくりするようなことをしたのです。ガンジーはもう片方の靴を脱いで、最初の靴が落ちたあたりに放り投げたのです。どうしてそんなことをしたのかと聞かれたとき、彼はにっこり笑って答えました。一足揃っていれば、まず片方の靴を見つけた貧しい人が履けますからね。さあ、イメージしてください。あなたが開いた愛の口座に、日々ささやかな預金がたまっていくことを。成功を追い求める人生ではなく、後から後から成功に追いかけられる人生となることを。